はい、今日は、110件です。そうだった。寒いよな、ここ。はい、これが今日の分です。今から商品仕分けします。はい、ようやく仕分けが終わりました。まあ2時半3時ぐらいには終わんのかなって感じです。直行便ではなくて、あと少し。はい、今日の分です。病み上がりできつかったです。じゃじゃっと行きたかったんですけど、なぜかみんなで行くことになりました。行くか。なんでこのまま外食したいわ。はい、先週ずっと寝込んでたんで、動画編集完成させたいと思います。今年確定申告をスマホで申告してみたんですけど、すごい本当に一瞬で終わった。久々ラジオを撮ろうと思います。よし。今日は30件。腕立てやるよ、腕立て。いくぞ、せーの、1、2、3、4、5、9、10。先週ずっと寝込んでたんで、動画編集を終わらせちゃいたいと思います。終わりました。はい、2時間ぐらい昼寝してました。今から商品登録やっちゃいたいと思います。はい、今何してるかっていうと、先週の金曜日に到着した、新しい商品、新商品の画像をとりあえず今保存しまくってるって感じです。はい、商品登録の続きやります。おはようございます、今日のやることはこれになります。頑張ります。これはね、排泄物を入れる箱みたいです。で、当時の様子なんです。今から1時間集中して商品画像を作りたいと思います。1時間。はい、ノルマ、終わりました。食べよう。ひなたぼっこして食べよう。こっちがいいの？ええよ。はい。どうぞ。パパこっちで。気持ちいい。うん。ね。うん。ね。ね。ね。はい、サブちゃんアップしました。よいしょ。はい、今からですね、テレビを見ながら、動画編集をちょっと頑張りたいと思います。1ヶ月ぶりぐらいに、ブログ書きます。今日は40件です。意外と入ってた。はい、今日一日のスケジュール、やることはこれです。頑張ります。今日4箱、100キロの荷物が、今日到着すると、朝、分かりました。はい、今日も、集中して1時間商品登録やっていきたいと思います。うわー、ここでそれ。うわー、ここでやるそれ。うえ、通行止めかよ。よし、着いた。終わったんで帰ります。雨めっちゃ降ってきた。ブログ書きたいと思います。寝ます。はい、今来たのでご飯食べ終わったら、仕分けやっちゃいたいと思います。4の C で検索しますと、このようにちょっとダサいといった関連キーワードが出てきます。商品登録と、在庫連投終わりました。はい、お風呂入ってきたんで、今から1時間ブログ頑張りたいと思います。はい、今週もご視聴いただき、ありがとうございました。今週はですね、病み上がりってこともあって、ちょっとあまり、やる気があまり出なかったんですけど、はい。今週はですね、スーパーセールってこともあって、めちゃくちゃ忙しく働かせていただいているので、はい。自然とやる気の方が戻ってきました。はい。ちょっとブログの方書きたかったんだけどね、ちょっと土日まで書けないかもなっていうぐらい、スーパーセールが忙しいです。はい。それでは、今週もご質問の方にお答えしていきたいなと思います。これは楽々クーポンっていうサービスを使ってるくらいです。注文後に自動的にフォローメールを送って、そのレビューを投稿いただいたお客さんに自動的にクーポンを送付してくれるっていうシステムになってるんですけど、まあ使ってるのはこれくらいですね。はい。ただ、重要だと個人的に思ってるのが、ブログでも書いた動植物の考え方っていうような、多分この記事かな、出てると思うんですけど、この記事で書いたような考え方がすごい重要だと思っていて、お客さんの期待を、いい意味でちょっとだけ裏切るっていうか、こういった仕組みとか仕掛けが、レビューの投稿につながりやすくなってるんじゃないのかなと、個人的には思っています。はい、利用してます。妻を青色専従者として、はい、雇っているっていうような形になってます。はい。これは、自社の商品の方発送が終わったら、出荷通知メールの方を送って、その出荷通知メールの方に、RSL の方は、また送付が完了したら、別途メールを送り出しますというような、メールを先に送って終わりって感じです。RSL の方は、8時ぐらいかな。夜の8時ぐらいに、自動的に送付してもらってるので、自社の出荷通知メールの方が、はい、先に送ることになるので、そういったメールを作って送っています。はい、以上となります。質問の方、今週もありがとうございました。この動画がいいなと思ったら、高評価ボタンとチャンネル登録をしてもらえると、嬉しいです。ブログの方が完成したら、新しい、自分なりに企画をまたブログとこの YouTube の方で始めていこうと、思っているので、皆さんお楽しみに。多分4月ぐらいになると思います。はい、それじゃあまた来週。バイバイ。